パトリック・ネルソン・リンチ・チベリンジャーは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は中将。アメリカ海軍航空隊における初期のパイロットの一人で、海軍パイロット第8号。大西洋横断飛行総指揮官を務めたほか、初めて対空砲火を受けた、アメリカ人パイロットとして記録されている。第二次世界大戦には、小海航空隊司令官、 合衆国艦隊のスタッフなどとして臨んだ。1941年12月8日の真珠湾攻撃の際、真珠湾空襲猿。これは演習ではないと緊急放送したのはベリンジャーであった。1885年10月8日にサウスカロライナ州チェローに生まれた。海軍兵学校に進み、1907年に卒業。卒業年次から、 アナポリス1907年組と呼称された、この世代の同期には、レーモンド・スプルーアンスがいる。ベリンジャーは、アナポリス卒業後、戦艦、バーモントに配属され、グレート・ホワイト・フリートの世界一集合会に参加する。サンフランシスコ停泊中の1908年5月12日に、戦艦、ウィスコンシンに転属となり、候補生としての2年間を経た後、 1909年6月7日に、少尉に任官する。1909年5月から10月までは、防護巡洋艦、モンゴメリー。1909年10月から1912年4月までは、戦艦、サウスカロライナ乗組となり、1912年4月19日付で、大西洋潜水部隊に転じる。潜水母艦、セバーン海賊を経て9月までは、潜水艦。 c-4 艦長を務める。ここまでは潜水艦畑を進んでいたベリンジャーであったが、1912年11月になってアナポリスにおいて航空に転化する。1913年1月、ベリンジャーは航空訓練が行われているクアンタナモワンに向かい、一定の訓練を3月16日まで行った後、サウスカロライナに戻ったが、これが アメリカ艦隊の投機演習で初めて航空機が参加した事例となり航空機に潜水艦や不設機雷を発見するのに効果があることを証明した。6月13日にはカーティス水上飛行機を買って6200フィートの高度を飛ぶ当時の最高記録を樹立した。翌1914年ベリンジャーはベラクルス戦役に戦艦ミシシッピを母艦とする。 水蒸気部隊の一員として戦闘に参加する。この戦闘でベリンジャーは初めて交戦国の上空を飛行し、弾丸一発が機体に当たったが無事に帰還した。これがアメリカ軍の航空機が敵と交戦した最初となり、名誉勲章受章のための推薦を受けたが、戦に漏れで受章はならなかった。ベラクルスから帰還後の7月から12月までベリンジャーは、 総合巡洋艦、ノースカロライナで航空訓練任務を務め、1915年1月にはフロリダ州ペンサコーラの海軍飛行学校に赴任。そして、1915年1月21日付で正式に海軍パイロット第8号として認定された。以降は海軍飛行学校とノースカロライナでの任務を繰り返し、 1917年5月9日には、水上飛行機によって、海軍最初の夜間飛行を成功させた。第一次世界大戦終結後の1919 19年、海軍の大西洋横断飛行遠征が企画され、ベリンジャーは、総指揮官として3機のカーチス NC 飛行艇のうちの1機で、ある NC-1 に登場することとなった。NC-1 には、後に、 空母任務部隊司令官として、名を馳せるマーグ・ミッチャーもクルーの一人として加わった。5月8日、ベリンジャーの NC-1 は、ジョン・ヘンリー・タワーズが、機長の NC-3 及びアルバート・カッシング、リードが、機長の NC-4 を率いて、ロックアウェイ海軍航空基地を出発して、大西洋横断に挑戦するが、ベリンジャーの NC-1 とタワーズの NC-3 は、 ノームに悩まされて、着水を余儀なくされ、駆逐艦、グリッドレイの救援を仰いだが、NC-1 は、機体が沈没し、ベリンジャー以下 NC-1 のクルーはギリシャ貨物船、イオニアに救助された。タワーズの NC-3 もアゾレス諸島、ポンタデルガダより先に進むことはかなわなかったが、リードの NC-4 は5月27日に、リズボンに到着して、 大西洋横断飛行を完成させた。ベリンジャー自身の大西洋横断飛行は成功しなかったもののリーダーシップが評価されてタワーズと共に海軍十字章が授与された。大西洋横断飛行式後のベリンジャーはしばらくの間デスクワークに回り海軍作戦部や海軍省航空課に配属される。しかし、 航空家が航空局に格上げされた1921年8月からは部隊勤務に戻り、1923年6月までの間に太平洋艦隊航空隊、偵察艦隊航空隊、水上規模艦、ライト飛行隊のトップを歴任。1925年9月にライトの副長となった後、海軍大学校を受講。受講後は、 戦闘艦隊の航空参謀を経て1926年9月4日から1927年11月8日まで合衆国艦隊航空参謀を務めた。再度の海軍作戦部勤務、ローマのアメリカ大使館駐在部官を経て1931年7月からライト艦長、1932年7月から1933年6月までは空母、ラングレイ艦長を務めた。 航空局務めの後、1936年6月から1937年6月の間は空母、レンジャー艦長。戦闘艦隊空母軍の参謀長を務めた後、1938年7月から1940年11月まで、ノンホーク海軍航空基地司令、少将に進級して、ホノルルに移り、第二小海航空隊司令官に就任した。 そして1941年12月8日、ベリンジャーは、真珠湾攻撃に遭遇する。1942年5月、ベリンジャーは、太平洋戦域召喚航空隊の司令官となり、8月には、合衆国艦隊司令長官兼海軍作戦部長、アーネスト・キング大将の参謀長を務めた。1943年3月には、大西洋艦隊航空部隊司令官に転じ。 1943年10月に中将となった。戦争終結後の1946年3月7日にアメリカ海軍召喚会議メンバーとなり、1947年7月7日に退役。その後は企業社長などを務めた他はバージニア州コビントンで余生を過ごし、1962年5月30日にバージニア州クリフトン法事で亡くなった。 76歳坊主。ベリンジャーは、アーリントン国立墓地、第2区画に埋葬されている。ベリンジャーは、海軍十字章のほかに、主勲章、イタリアの聖マウリッツィラザロ勲章、ポルトガルの党と剣の勲章、フランスのレジオンドヌール勲章、戦闘十字章を受章している。ミドルネームについては、英文版やアーリントン国立墓地の公式サイトなどでは、ニエッソン、 リンチ、ネーバルヒストリーンドヘリテッジコマンドの電気や著述家、パーシー・グリーブスのパール・ハーバー、ザ・シーズンドフルーツ・オブ・イン・ファミリーなどでは、ネルソン・リンチとなっている。ここでは、両論兵器の形で、ネルソンとニーソンの二通りのミドルネームを記すことにする。海軍兵学校の卒業年次に換算すると、近藤信武高須志郎を排出した35機に相当する。 ありがとうございます。